あなた運がいいんだって先生ハニートラップの手口を教えてください今日極楽山本さんの配信を見ました好感の原因 H さんがどうやって仕組んだのか不思議です引っかかないように気をつけたいので一例でもご存知なのを教えてくださいはいありがとうございますまあ、ハニートラップはですね仕掛け方がいろいろあるんですけども手の込んだ仕掛けだったらですね山本さんのが詳しくね細部まで分かんないですけどもこの場合のハニートラップはですね まあ目的が、山本ささんを失落させるためのハニートラップですよね、まあ、普通はですね、相手から機密情報を聞いたりとかですね、あとはまあ、脅迫するためにですね、一回寝さしてですね、首投げさして、そっかはですね、あれはもう実際、ヤクザの女やったとか、あとはですね、妊娠したとか、そういうやり方をするんですけど、一般人でもですね、全然仕掛けられますね。 まあおそらくですね山本さんの場合はあとはもう何て言うんですかね未成年かどうかだけの話だったと思うんでまあちょっと珍しいですよね普通のハニートラップの仕掛け方とは違いますからねな、まあ、んでまあ銀行で陥れたかったわけなのでまあ多分その身分証明書とかですね免許証とかそこら辺は偽造してたかもしれませんね 一回水曜日のダウンタウンでですね、パンサーの尾形さんと、とにかく明るい安村さんと、コロチキのナラルさんがですね、未成年者と飲んだっていうね、ドッキリみたいな仕掛けるシーンがあったんですけども、結構タレントはですね、あの時も聞いてましたよね。君未成年じゃないのとか聞いてましたからね。そこは多分確認するように、事務所とかから言われてると思うんで、多分その念入りにね、聞かれた時のために大丈夫っていうためにですね、 まあ、免許証とかね実際ね風俗とかキャバクラで働く子とかもお姉ちゃんのね保険証とか持ってきてまあ、働く子いるんですよね自分が働きたいけども18歳未満でそういう店雇ってもらえないんで分かってるんでお姉さんんの保険証とかを持ってくるる子もいるんですよだからまあそういうのだったら引っかかってもしょうがないかなと思いますけどねハニートラップは僕は最終的に防ぎようがないと思いますけどね 日本のね政治家まあ某総理大臣も引っかかったんですけども某総理大臣の場合はですね出会いからですね、まあ、付き合うまで半年ぐらいかけられたって言ってたんでねだからあそこまでかけられるとですねハニートラップも長期期間バージョンあれになるとちょっともう防ぎようがないですよねなんか出会いもうまいこと偶然を装った出会いとか言ってましたねその 半年間かけたやつは最初はなんかねすごい偶然の出会い予想ってんやったっけなカバン落としたかそれ拾ったかなんかそんな感じっていうふうに出会いって書いてましたねもうそこまで演出されたらですねまあ僕はまあ不可能だと思いますねそんな感じでしたよねハンカチ落とした拾うとかなんかうんそこまでされてですねまあ今日会いました12月ですよねいざなんかそこから会っていってそういう関係になるのが 例えば来年の6月とかで組まれるとちょっと無理だと思いますけどね。用心とかどうしても落としたい場合はですね結構時間をかけますねハニートラップ。前僕が言ったと思うんですけども僕がね昔東京の人と仕事する時にホテル借りてくれててですね本当にね1フロアに1部屋か2部屋あるぐらいのスイートルームを借りられててですね まあそこ行ったらですね、そこまで有名じゃないんですけども、グラビアアイドルの卵みたいな女の子がね、二人いてですね、さすがにそういうのはね、いかないですよね。やばいので。まあ、だいぶ若い時の話ですよ。でもその、まあ、そこまで分かりやすかったですね、まあ実際それ分かんないですよ。相手のその、なんていうんですかね、接待。まあ通常の接待の場合もそんなあるので、接待なのか分かんないですけども、 そこら辺はもうさすがに手を出さないですよね何もなかったかもしれないですけどねそうそうそうクロスワードですね何クロでしたっけ、まあ、僕はねめんどくさいから帰ってくれと言ったんですけど帰ったら怒られるって言うんでね朝まで3人でですねコンビニ行ってですねクロスワードパズルみたいな本を買ってきてですね3人でやってたんですけどねまあその時はね向こうがこっちに頼み事があったので でもまあ僕もそれ断る案件だったのでねまあそこら辺に手を出したらもう断れないですよねそういうのはだから一日やってねなんかそう接待系みたいなんでまあそれだったら分かりやすいまあ分かんないですよそのハニートラップよく分かんないですけどまあそういうの多いですよね 政治家とかはですね、中国とかね、そこら辺に訪問したときに、やっぱハニートラップ用の女性がね、置かれてるみたいな話聞きますよね。あと、北朝鮮行った人とかもね、それ聞かれますよね。政治家とかだったらそういう他国に行ったときはですね、まあ、そういうの置かれてるかもしれませんけども、行ってその日にとかね、しかも相手側が用意してくれた女性とか、まあ、そういうのはちょっと怪しいですかね。んでまあ、ハニートラップの仕掛け方としては下手ですね。 あら僕だったらですね、相手をハニートラップに仕掛けたかったら、相手の人が来た時にですね、まあ一緒に飲みに行って、例えばクラブでもバーでも何でもいいですけど、そこにいさせときますね。で、そこであの知り合って意気投合してみたいな方が、まだ引っかかりやすいんじゃないですかね。さすがにわかりやすくですね、相手が取ってくれたホテルの部屋に入ってその中にいたらですね、まあわかりますよね。 まあ昔は結構多かったんですよね。別に女の子同行ううじゃなくて、向こうの仕事に行ったらまあホテル取ってますみたいなこと言ってですね、取ってくれるのが結構あったので、そこら辺は分かりやすいですけども、まあ、僕が仕掛けるんだったら、ホテルに女性は置かないですよね。ご飯屋など一軒飲みに行きましょうか的なこと言って、潜り込ましときますかね。 そこら辺の方が一応引っかかりやすいと思いますけどまあまあハニートラップは別にその要人とか、うんまあ、政治家じゃなくても一般人でも仕掛けようと思ったら結構簡単に仕掛けられるんで何でもかんでも手出す男とかだったら一瞬でしょうね無限の住人でもですね百林さんが仕掛けてましたけどもとにかく女に弱いというかですね誰とでもですね首投げしたいような男性がいますからね好きあればみたいな。 どんな女性でもいいというような男ははめさせやすいですよねそこら辺まあ別れさせ屋とかもありますからね、うん、要するに軽い男ですよねそこら辺は一瞬で引っかかるんじゃないですかね芸能人でも多いですよねしかもねあのモテてる前で言うと小出恵介とかそれで一回ね芸能界離れてましたよね特にモテてる芸能人とかだったらまあイケて当然みたいに思ってますからね そこら辺は間違いなくあると思いますね。一般人でね、すげえモテない男だったら怪しんだ方がいいかもしれませんね。まあ T 社長も引っかからんかもしれませんね。T 社長用心深いんでね。T 社長は別にハニトラかけなくても自分で攻略して持っていきますからね。だからやっぱ引っかかりやすいのは、まあモテない男ですよね。モテない男はやっぱり引っかかるんじゃないですかね。でまあモテる男も、モテる男は区別つかんのじゃないですかね。 逆にに、まあ、小出圭介さんのようにですね俳優系は別にそれがまあ普通にいけたのかニ人トラップなのか気づかないかもしれませんねはいということで筋肉すぐさまありがとうございます動画が面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録お願いしますパワーストーンはただの石質問いつでもお待ちしております